今回は栃木ゴールデンブレーブスの堀越歩です。まずはストレートです。回転数は約 2350rpm となっており、 MLB 平均を上回っています。回転軸は水平成分の傾きが標準的で、ジャイロ成分が少ないです。そのためポップ量とシュート変化が比較的多めの球質です。球速は最速時速 148km で、常時時速 140km 中盤となっています。高めで空振りを奪うケースも多く、力強さを感じました。続いてスライダーです。回転数は約 2530rpm となっており、 MLB 平均を上回っています。回転軸はジャイロ回転気味となっており、軸の先端が天井方向にわずかに傾いています。そのため落ちながら一塁側方向にわずかに変化する球質です。球速は時速 130km 前後となっており、変化球の中で一番多い投球割合となっています。制球面でばらつきがある印象ですが、相手打者を打ち取るケースも多く、軸となっているボールです。続いてカーブです。回転数は約 2710rpm となっており、MLB 平均を上回っています。回転軸は水平成分が少なく、ジャイロ成分も比較的少なめです。そのため、縦に大きく変化する球質です。球速は時速 120km 弱となっており、球速的には少し早めです。リリーフ時はあまり投げていませんでしたが、先発時にはカウント球としてストライクを取れていた印象です。続いてフォークです。回転数は約 1320rpm となっており、 MLB 平均を下回っています。回転軸は水平成分の傾きが大きく、ジャイロ成分も多めです。そのため大きく落ちる球質です。球速は時速 135km 前後となっており、早めです。投球割合は非常に少なく、リリーフ時も先発時もほぼ投げていませんでした。制球面で課題がありそうですが、安定してくれば十分使えるボールとなるでしょう。続いてクイックシーンです。クイックタイムは 1.4 秒前後と若干の課題がある印象です。しかし球速が落ちることや制球が乱れることはありませんでした。続いてリリース比較です。左からストレート、スライダー、カーブ、フォークとなっています。 MLB 平均では球種間で約 15cm ほどのばらつきがあります。映像を見る限りはボール1個分約 7cm 以内ほどなので、特に問題はないと思われます。続いて投球フォームです。投球フォームについては詳しくないので、映像だけでお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。以上のような動画を投稿しておりますので、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。